酒場。はい、どうも大成秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、この音楽酒場ではですね、1960年代70年代80年代90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといったチャンネルになっております。ぜひお時間ある方最後まで聞いていっていただければ幸いです。ということでですね、今回も音楽酒場、だらだらとやっていこうと思います。まあ音楽酒場で、ラジオ放送ずっとやってるわけですけども、まあこのラジオ放送では1曲について、歌詞を中心に、その音楽の背景なんかをお伝えするといった、まあ、そういった、企画でやっております。まあ、もしこのラジオを聞いて、いただいて、その後もし気に入っていただけたらですね、改めて、今回ご紹介した楽曲っていうものを皆さんの中で聞いていっていただいてですね、皆さんの人生に寄り添える、まあ、素敵な一曲にしてほしいなというふうに思っております。さて、本日はね、4月の15日ということでございますけど、毎日ラジオ放送をやってから、早15日経ったということで、4月も、もう、半ばということで、あっという間ですね。本当に最近はですね、まあこれ今撮ってんのも朝の、3時ですかね、先ほど起きまして、まあ最近は早起きなんですけど、いろいろこうね、作業がちょっといっぱいありすぎて、忙しい日々を過ごしておりますけども、まあそんな中でもね、まあ18日、今週18日にあります、堤恭平さんの、トリビュートライブっていうものにね、行ってくるっていう、まあそれだけが今モチベーションになってるんですけども、まあそれをね、モチベーションにしつつ、今週はですね、堤恭平さんが、作った楽曲というものを中心に、お話ししていこうかなというふうに思っております。なので今回も、堤恭平サウンドの楽曲を紹介したいと思います。まあ、最近ね、まあ、堤恭平さんの歌をね、改めてもう一回、いろいろ聞いてみることが多いんですけど、やっぱりなんだかんだ言ってすごく音楽性にすごく美しいし、もう堤恭平さんの曲だってなんかなんとなくこう、もうメロディーラインでもね、ちょっとわかるようになってきたという、まあ、そんな感じですね。まあ、最近はですね、そんなこともあって、やっぱり70年代80年代の曲を聴くと同時に、そういったところのこう映画なんかもね、見るようになって、最近幸せの黄色いハンカチっていう、山田監督の、映画をですね、改めて見ましてね、非常に号泣して、しまったということで、ね、そういうなんか日々を過ごしております。今日ご紹介する楽曲は、尾崎清彦さんのまた会う日までということで、名曲です。まあ、堤恭平さんはもう名曲しかないのかっていうね、感じですけども、今回は、この、また会う日までを、皆さんと一緒に、共有していこうじゃないかと思います。それでは音楽酒場、今日もやっていこうと思います。よろしくお願いします。大成秋葉の音楽酒場。はい、ということでですね、今回ご紹介する楽曲はまた会う日まで、尾崎清彦さんでございます。これは1971年に、発売された、楽曲でございます。まあこれは本当に日本人の誰もが知る、まあ名曲なんじゃないかと思います。やっぱりこの音楽の特徴としては、尾崎清彦さんのまあ声量のある、歌声で、そして、伸びやかな、サウンド、それが非常にこの歌のヒットのゆえんなのかなと思います。でやっぱりイントロのね、トランペットっていうかね、本セクションの楽器の、イントロが非常に、有名でございますけれども、イントロがかかって、なんかすごく報われた気分だっていうような、そんな感じすら覚える、まあそんな楽曲ですよね。でこのまた会う日までっていうのは、もともとですね、これ尾崎、清彦さんが、最初から、ねこの歌を歌ってたっていうわけではなくて、これ1969年にですね、まあ、エアコンの CM ソングとしてですね、堤恭平さんが、3曲書いたらしいんですよね。でその中の1曲に、この歌のメロディーがあって、でそれに、作詞をしたのがなんと柳瀬隆さんっていうね。で柳瀬隆さんが作詞をした1曲ができたんですけども、このねまた会う日までのまあ原型ですよね。しかしこれがね、なんかその CM ソングとしてなかなか相手方のスポンサーの意向に合わなくてですね、採用されなかったらしいんですよね。でその後で、このめちゃくちゃいい曲だなっていうのが、楽曲を管理している出版社っていうのがね、まあ音楽にはあるんですけども、まあその日音という出版社の、村上さんという方がですね、ズーニーブーというですね、まあ
当時グループサウンズで、活躍しておりました、ズーニーブーの新曲としてね、この、エアコンの CM にはならなかったけどこの曲いいから、採用してね歌ってみてはどうだということでやったんですね。それで、その歌詞をですね阿久悠さんに頼んだんですよね。で、まあ筒美京平さん阿久悠さんで名コンビで、まあ、それこそ岩崎宏美さんのロマンスとかも、ありますけども、まあ、その阿久悠さんに、まあね、作詞を改めて依頼してズーニーブーの、曲として、一人の悲しみというね楽曲で、発売するんですね。ただそれがヒットにならなかったらしいんですよね。ただこのね一人の悲しみ、まあ今 YouTube なんかでも聞けると思うんですけど、まあ音楽性はね全くまた会う日までと変わってないんですよ。ただ歌詞がちょっと違うとこですね。でこれもまたねボーカルのですね町田義人さんという方、まあこのズーニーブーのボーカルのこの方のボーカルっていうのが非常にこう伸びやかでですね、尾崎さんとまた違う、雰囲気があって非常にこれはこれでまたいいんですけどね。まあ、町田義人さんっていうのはね、もともとまあ、ズーニーブーってまあ、グループサウンドなんですけど、もともとキャスル&ゲイツっていうまあ、フォークグループなんかでね、活躍してまして、で、その後、ズーニーブーというね、まあ、バンド、まあ、グループサウンドやって、まあ、白いサンゴ礁がなんかヒット曲がありますけども、まあ、そういった形で、本当はこれね、グループサウンドの楽曲だったんですね。そっから、ね、売れなかったけども、もう一回、この曲は絶対ヒットするんだというそのね出版社の、村上さんという方が奮闘してですね、でもう一回阿久悠さんにもう一回これ歌詞変えてくんねえかとね、歌詞もう一回書き直してくんないかっつって尾崎清彦さんに歌わせようっていうね、これ張りのある人の伸びやかな声で歌った方がいいということで尾崎清彦さんにお願いして、で阿久悠さんにもう一回ね、無理くり歌詞を書かせて、直させて、それでまた会う日までという形で、リリースしてヒットしたというね、感じになりますので、そういった背景がある楽曲だということですね。では続いて歌詞の、意味を言っていこうと思います。大勢秋葉の音楽酒場。はい、ということで今回、ご紹介するまた会う日まで、尾崎清彦さんの、尾崎清彦さんバージョンの歌詞を紹介したいと思います。ズーニーブーの歌詞はですね、安保闘争で挫折した青年の孤独というものがテーマになっていたんですね。だから今のこのね尾崎清彦さんの皆さんが知ってる楽曲のこの歌詞っていうものとは全然また違ってるんですね。まあ、出会いと別れということをテーマにした楽曲ですよね。では、皆さんと一緒に歌詞を共有しようと思うんですけども、あくまでこれ僕の解釈になりますので、まあ、皆さんの解釈もいろいろあると思いますけども、あくまで僕の、解釈だということでご了承いただければなと思います。では、ちょっとずつ一個一個紹介していこうと思います。共有していこうと思います。では最初の歌詞ですね。また会う日まで、会える時まで、別れのその訳は話したくない、なぜか寂しいだけ、なぜか虚しいだけ、互いに傷つき全てをなくすから、というね歌詞で始まるわけです。非常に有名な歌詞なんですけども、まあタイトルがいきなりこれ来るっていうね感じですよね。また会う日まで、会える時まで、別れのその訳は、話したくない、なぜか寂しいだけ、なぜか虚しいだけ、まあ、きっとお別れをするシーンということですよね。ただ別れというもの非常に悲しいというか、別れっていいイメージないんですけども、ただここの、歌詞から読み取れるのはこの別れというものにがすごくこう意味あるものというか、そこまでなんか、全ての終わりというような感じはしないですよね。また会う日まで、会える時まで、別れの訳は話したくないと言ってるんですよね。話してしまうとなぜか寂しい、なぜか虚しいっていう風に言ってると、非常にこの歌詞面白いなと思うのが、別れということをテーマにしてるけども、ただその別れっていうのは何がどうあってこういう形で別れたとか、恋人同士の別れなのか友達同士の別れなのかも全くわからないんですね。でもきっとこれは恋人というか男女の別れ話だとは思うんですけども、そういったその具体的描写がないってところがこれ面白いんですよ。でそれで、別れというものをこうなんか悲観的に捉えるのではなくて、別れの訳を話すことを、したくないということを言ってるんですね。だからこの歌詞って本当になんかその別れの本質を捉えてるような気がしますね。もちろん
別れというのは悲しいんですけども、ただきっとあの2人にそれぞれの事情があって別れなければいけないという事情があったとね。その中で、次会う日まで、ちゃんと成長していこうぜ、これから俺たちの未来は、きっと明るくなるだろう、だからまた会う日まで、それぞあの今のこの別れの、わけっていうものはもうあの話さないでね、未来に、とにかく前だけを向いて別れようという、そういうですね、ポジティブな意味があるのかなと思います。で、サビでですね、二人でドアを閉めて、二人で名前消して、その時心は何かを話すだろうという、まあそういう歌詞でございます。まあここもすごく有名ですよね。まあ尾崎さんの伸びのある声っていうものが非常に特徴的な、歌詞になってるわけでございます。二人でドアを閉めて、二人で名前消してってね、なんかこう二人、例えば男女であれば、二人住んでた家のね、ドアを閉めて、そして二人で名前消して、きっと結婚をしたとか、そういうね、意味としても、考えることができると思います。二人のこのね、名前を消して。で、きっとその時心は何かを話すだろう。だからその時に言葉はいらないということですよね。なんか、悲しいねとか、なんかそういう変な言葉はいらないと、その時心は何かを話す。きっと心では、また会う日まで、これからお互い大変なこともあると思うけど、ね、頑張っていこうと。で、今までの思い出とか、今まで二人で過ごしてきた日々っていうのも、きっと心が何か、訴えていると。心が何かこう思い出をこう思い出して、何か浸っている。だからその時に言葉はいらない。心の中で何を思ってるか、きっと心で会話できているだろうというような歌詞ですよね。はい、そして続いて、また会う日まで、会える時まで、あなたはどこにいて何をしているの、それは知りたくない、それは聞きたくない、互いに気遣い昨日に戻るからということで、ここも言うすごく意味深な歌詞といいますか、あなたはどこにいて何をしているの、きっとお別れをした後もうあなたに、これなんか具体的な詮索したくないということですよね。でもこの気持ちって結構分かったりするんですよね。僕もこうなんか恋人とかと別れる時なんかは、きっとね、もう会うことがあるかないかって言ったらないとは思うんですけども、ただ、今元気かなとかそういうことはちょっと感じますけども、今何してるのかなとかあんまりこう思いたくないっていう部分はありますよね。それを思ってしまうときっと過去に囚われてしまうというか、まあ過去の自分がまた蘇ってきてしまう。せっかくこの君と別れたっていうことが悲しいとはいえ、きっと何か意味のあるものだというふうに考えていたのに、あなたのが今何をしてとか具体的なことを知ってしまうと、なんか自分は、今を生きているはずなのに過去になんか戻ってしまうっていうね。いや、そういうところがやっぱあると思うんですよ。だからそこも本質的に捉えてる。で、二人でドアを閉めて、二人で名前消して、その時心は何かを話すだろうという歌詞になってるということですね。非常にこの歌詞ってね、全体的にシンプルで短いんですけども、非常にいろんな、なんか人生論的なことをこうね、教えてくれてると思います。やっぱりこのね、一番最初の、言葉に、また会う日まで、会える時までというね、言葉があるんですよね。だからこの歌って完全に別れではなくて、きっとまた会うんだっていうところが、キーになってるわけですよね。それまでいろいろ、2人で、2人のことは気にせずに、自分たちの道で頑張ろうって、また会う日がきっと来るんだっていうところですよね。ただこの歌の中での主人公ってきっともうまた会うことは僕ないんじゃないのかなと思ってます。別れる時ってきっとまた会う日までっていうことを枕言葉につけておけば、きっと心が別れるっていうその瞬間の心はちょっとぐらいは安らぐもんなんですよね。ただ結局いろんな人たち別れとかって経験すると思いますけども、ただその後会うかって言ったらなかなか会わないわけですよね。だけどこの別れの瞬間だけでも、次に会うっていうことをまあちょっとね、思っていればこの今の別れの瞬間はそこまで辛いものにはならない。きっと希望に満ちたものになるね。次会うかわからないけど、とりあえずまた会える日までというふうに言っとく。まあそういうですね、なんか意味もあるのかなというか、そういうニュアンスでこの詩を阿久悠さん描いたのかななんても思っております。まあね、きっと今みたいに SNS とか、LINE とか、ないわけですから、またすぐに簡単に会えるという、まあそういった時代でもないわけですよね。どこにいて何をしてるのかなんか、今ねネットで検索すれば出てきますけどもね。ただそれがわからない時代っていうのもあって、別れっていうのが非常に今よりも重いものというかね、結構意味のあるものというか、そんな、時代でもあると思いますので、そういった時代背景で描かれた出会いと別れの価値観というかね、そういうところが非常に染みると思います。皆さんはこれどう考えましたでしょうか。ぜひ皆さんの意見も聞かせていただければなと思います。大
大勢秋葉の音楽酒場。はい、ということで今回、尾崎清彦さんのまた会う日までという名曲ご紹介しました。これはですね、僕も18日に行く、尾崎さんじゃない筒美京平さんの、トリビュートコンサートでは松崎しげるさんが歌うということで非常にですね、楽しみなんですね。やっぱり松崎しげるさんの声量もやっぱり尾崎清彦さんの声量というかそういったところに類似する部分もありますから、そういう意味でね、松崎さんバージョンを聴けるって非常に楽しみなんですけどね。僕が歌うまい人ランキング的なもので動画でね結構前に出した動画ありますけど、あそこでも尾崎清彦さん紹介しましたけども、やっぱりこのね尾崎清彦さんの歌声の魔力っていうのは計り知れないわけですよね。声量もあるんですけども、ただその A メロとか、そのサビ前の声を張らない部分でもすごくダンディーで低くて繊細な歌声で、非常にこの物語を紡ぐね語り部としての魅力もすごくたくさんあるんじゃないかというふうに思っております。なのでですね、皆さんこの曲もちろん知ってるよとね、聞いたこと何回もあるよという方いっぱいいると思いますけども、改めてそういった別れ、出会い別れというこの歌詞の意味を考えながら聞いていただければと思います。そしてまあズーニーブーというね、グループサウンズの元々の原曲っていうものをこれ聞いてみるとまた違いが見えて面白いのかなというふうに思います。ではですね、また、明日、素敵な音楽を、紹介しますんでお会いしましょうということで、今日は以上になります。ありがとうございました。